竹部智弘は、日本の作曲家、編曲家、吹奏楽指導者。1957年、新潟県糸井川市生まれ。糸井川市立糸井川中学校、新潟県立糸井川高等学校を経て、駒沢大学文学部国文学科卒業。神奈川県相模原市在住。在学中、サクソフォームを、富岡和夫、作曲、編曲を、 岩井直弘と上野隆に指示。吹奏楽のための作編曲、管楽器のための室内楽作品を発表し、吹奏楽指導者として活動する。1989年の第44回国民体育大会、2009年の第64回国民体育大会に式典音楽参加。2002年より森岡吹奏楽団音楽監督。また、 富山大学吹奏楽団、糸井川吹奏楽団でも音楽監督も務め、新潟県警察音楽隊講師でもある。21世紀の吹奏楽会員。指導員としても幅広く活動している。ABCD ときめき国体。 広報糸井川 P15HTTP コロンスラッシュスラッシュ WWW.City.ItoIGAWA.LG.JP スラッシュセキュアスラッシュ5381スラッシュ 2009081AP15.PDF2013 年3月9日閲覧 ?ABCD 糸井川水奏楽団プロフィール糸井川水奏楽団 2013年3月9日閲覧。ABCDE 監督講師。森岡水奏楽団。2013年3月9日閲覧。富山大学水奏楽団第31回定期演奏会。富山大学水奏楽団。2013年3月9日閲覧。小町ウェブ新潟県警察音楽隊第31回定期演奏会夢ある町に。 おまわりさんのミュージックフェスティバルニューズライン2013年3月9日閲覧響き縁について21世紀の吹奏楽実行委員会2013年3月9日閲覧ありがとうございます